サンエアドバイザーグリーンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は、エンドウの防寒防風対策をやっていきたいと思います。今は12月の中旬になりました。今年は暖かかったんですが、最近はですね、急に冷え込んで、今朝も最低気温がマイナス2度で大霜でした。エンドウはですね、比較的寒さに強いですが、毎日のようにですね、 霜に当たりますと、傷んでしまいますので、防寒防風対策をやっていきたいと思います。簡単にですね、エンドの方をおさらいしたいと思います。こちらのエンドなんですが、品種はサガタの種のツルナシスナックになります。直巻きではなくポット育兵をしたんですが、種をまいたのが10月の26日になります。9センチのポットに3粒ずつ種をまき、その後ですね、 ハサミで間引きして2本立てにしてあります。育病期間は約1ヶ月ほどで、本葉34枚の頃に畑に移しています。植える時に、煙道は酸性土壌に弱いので、多めにカイカラ石灰をまいています。ただですね、あまり大内になると寒さに弱くなるので、いわゆる肥料を与えず、窒素ゼロでカイカラ石灰のみ与えています。今ですね、 およそ20センチくらいになっています。今の段階で、およそ20センチ以内に抑えておくと、寒さに強くて良いです。葉っぱの色が薄いので、追をしたくなりますが、今追をすると大きくなってしまうので、少なくとも1月以降にした方が良い,いです。今12月の中旬になるんですが、今のところですね、ポリフィルムマルチはしてありますが、いわゆる防虫ネットや防寒対策はしていませんでした。 以前の動画でもご説明しましたが、園なる場合ですね、最初から防寒するなどして甘やかして育てますと、オーナーになってしまって、帰ってですね、寒さに弱くなりますので、本格的な寒さの前まではですね、このように寒さにわざと当ててました。ただですね、12月の中旬になって、毎日のように強点加になりますので、さすがにですね、そろそろ防寒対策をした方がいいと思います。今回やるやり方として、まずですね、 株元に敷草をしたいと思います。これは必須ではないんですが、余裕のある方はですね、敷草や敷藁、ら、もみ殻クンターなどを株元にやるといいと思います。それではまず、敷草をしたいと思います。株元はですね、稲藁があれば稲藁でもいいんですが、なかなか手に入れなかったり、ホームセンターなどでも売っていますが、高いので、このようにですね、枯れた草でも大丈夫です。 あとはですね、もみがるくんたんをやっても大丈夫です。こちらの枯れ草をですね、缶元に軽くやっておきます。こうすることで、防寒防風対策になります。このような感じになりました。次に、 防寒防風対策として不織布のトンネルをしたいと思います。エンドはですね、防寒対策も大事なんですが、防風対策がより大事になってきます。どうしてもですね、冬は冷たい北風が強く吹きます。それをですね、毎日のように当たっていますと傷んでしまいます。昔からのやり方ですと、稲わらがある方はですね、稲わらを半分に折って、 そして、暴風壁のように立てるやり方。あとはですね、笹などを立てて、同じようにですね、暴風対策をするやり方もあります。家庭菜園ですと、田んぼのどで使う波板をですね、暴風壁として使う場合もあります。今回はですね、そういったやり方ではなく、不織布を使ってトンネルをしたいと思います。不織布はですね、光や雨も通しますので、 換気の必要もありません。霜だけではなく、暴風対策にもなるのでおすすめです。それではやってみたいと思います。織布 <music> を上からかけた後、パッカーなどで止めてもいいんですが、 結構ですね、冬の間風が強いので、その部分ですね、土をかけておきたいと思います。このような感じで腐食布のトンネルをしておきます。腐食布の場合はですね、換気をせずにこのままで大丈夫です。これで防寒防風対策になります。 そこまで寒くない地域では、不織布ではなく、防虫ネットや関連者のトンネルでも大丈夫です。で今回は、遠藤の防寒・防風対策をやってきました。遠藤はですね、比較的寒さに強いですが、1月2月の最も寒い時には、さすがにですね、何もしないとダメージを受けてしまいます。特にですね、オーナーになってしまった場合は、防寒対策をしないと枯れる恐れもあります。 さらにですね、エンドの場合は、防寒も大事なんですが、防風対策が大事になります。昔ながらの稲藁や笹で風よけをしてもいいですし、このようにですね、不織布のトンネルをしますと、防寒防風対策の両方になって便利です。この後なんですが、1月2月の一番寒い時は、このまま換気もせずに何もしないで置いておきます。3月ぐらいになりますと、暖かくなって、 一気に伸び始めますので、不織布のトンネルを取って、なおかつですね、支柱やネットを立てます。そちらの様子もこの後随時動画配信する予定ですので、ぜひご覧ください。 ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問やご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。